天王寺支線は、大阪府大阪市西成区にある南海本線の天下茶屋駅から分岐し、同市天王寺区にある天王寺駅までを結んでいた南海電気鉄道の鉄道路線。このうち天下茶屋駅今池町駅間が1984年に廃止され、残る区間も1993年に廃止された。1900年に南海電気鉄道の前身にあたる南海鉄道が、 大阪鉄道との相互乗り入れを目的に、天下茶屋駅天王寺駅間を開通させたものである。1895年に天王寺駅大阪駅間が大阪鉄道によって開通すると、大阪市街の南端に東端式の南場駅を構える南海は、当時、寺駅だった天下茶屋駅から天王寺支線を分岐させて、大阪市街の北端に位置する大阪駅への乗り入れを可能にした。 天王寺支線の開業後は、住吉駅大阪駅間直通の両客列車や貨物列車が運行された。なお、天王寺支線開業前の1900年6月に、大阪鉄道は関西鉄道に譲渡され、1907年に国有化された。戦後も南海と国鉄の接続路線として重要な線区であったが、1961年に、 国鉄大阪環状線が開業した後、1964年に南海本線との交差付近へ新井間宮駅が設置され、ついで1966年に南海も同所に新井間宮駅を開業させ、国鉄との連絡が可能になると、天皇寺支線の利用者は激減した。貨物列車の中継線としての役割も1977年の貨物営業廃止によって終わった。 貨物列車が運行されていた頃は深夜まで騒音がひどく、沿線住民を悩ませていたという。1984年に大阪市営地下鉄堺筋線の天下茶屋駅延伸による用地確保と南海の天下茶屋駅の高架化の影響で、天下茶屋駅今池町駅間を廃止し、他の南海の路線と接続しない孤立路線となった。この時、廃止となった区間の真下には、 地下鉄社会筋線が建設されたが、伏線トンネルとしては空間が不足していたため、この区間は上下に葬式トンネルとなっている。部分廃止により単線化され、地元対策として新駅の飛田本通り駅が設けられた。また今池町駅と南海本線萩の茶屋駅間で乗り継ぐ際は運賃を通算する制度を残した。この際、天皇寺支線内のみ乗車する旅客からは、 天王寺駅にて運賃を現金で収受することになり、天王寺駅から萩野茶屋駅を介して、南海田路線へ向かう旅客に対してのみ、乗車券を発売するようになった。1993年に地下鉄社会筋線工事の進展で全線廃線となった。なお、線路には駅周辺以外バラストが敷かれていなかった。かつては本線からの直通列車が数多く運行され、 貨物列車のみならず、旅客列車も天王寺駅に乗り入れてきていた。1984年11月18日の部分、廃止前は1521系、7000系未更新車の2両編成で運行されて、いたが、車両運用上、冷房車の7100系も稀に運行されていた。運行区間は、天王寺天下茶屋間の船内運転が基本だが、早朝、 深夜には出入庫のため南海本線直通の隅野駅発着列車があった。部分廃止後は1521系の炭鉱運転での往復運転となった。この時、天王寺支線に閉じ込められたのは1524と1526の2両で、路線廃止後に運び出された。1965年の時刻表によると、10から15分間隔の運行形態をとっていた。また、 部分廃止後の1988年では15から20分間隔の運転となっていた。ここで言う徒歩連絡は、同一事業者の駅をしながら離れており、改札を出て徒歩で乗り換えを要する駅間のもの、別事業者の駅である時期と実態は変わっていない場合もある。ほとんど昨夜万能米によりよそからは遮断されているが、駐車場や日中のみ、 開放の下段付き遊歩道になっているところもある。ホームレス対策の無料宿泊施設などにも利用されていたが、2018年10月までに撤去され、現在は、さらちや駐輪場である。部分廃止区間の内天下茶屋駅よりにはアパートが建っており、天下茶屋駅付近は道路に転用されている。跡地は、現在も南海が所有しているため、跡地の周囲には所々に、 土地境開票がある。天王寺駅付近の河川柱や線路は、廃線から20年以上も放置されていたが、2014年頃に撤去され、線路跡はアスファルトで舗装された。しかしながら、廃線まで使われていた標識やレールの一部が、現在もそのまま残されており、跡地に並行する JR 線の車窓から見ることができる。1984年まで使われていた。 南海天王寺駅19番線、20番線があった場所には後に商業施設、天王寺名が建設された、全駅大阪府大阪市に所在、1984年11月18日、廃宿館1993年4月1日、廃宿館、ありがとうございます。